毎度です。アウンの松本です。はい、で昨日はですね、イカのお刺身の作り方を作ったんですけど、今日はですね、ちょっとあの奄美でも有名な料理でもあるんですけど、ちょっとイカのですね、このアオリイカはあの身も耳も美味しいんですよ。この炭も美味しいんで、よくあのイカ炭のパス炭イカなんかでもそうなんですけど、この炭が美味しいんで、この炭を使ってちょっとね、あのふざけるというか、本当に真剣に料理を作っていきたいと思います。はい、でまずこのゲソの掃除ですね。はい、ゲソ、まずこのくちばしの口があるんで、このくちばしの部分を外していきます。はい、あと目玉ですね。目玉の部分を、こういろんなさばき方があるんですけど、こう開いて取る人もいるんですけど、もう僕はもう落としてます、ここで。この円くちばしを取る、このね、くちばしも美味しいんですよ。はい、であとは開いて細いで切ると、あとこちらですね、この上の部分、この上の部分がね美味しい。実は皆さん結構ね、この上の部分捨てちゃう人がいるんですけど、この上の部分はぜひちょっと捨てないでほしい。まずここの線をですね、ピッと取ります。つながってるんで、はい、そうするとここにこうくちばしと肝の部分が剥がれるようになってるんで、ここで取っていきましょう。はい、そう、こんな感じになります。はい、今日使っていきたいのが、ここに炭があったんですけど、これ最初に僕炭取るんで、炭取って、ここの部分ですね、この肝が入ってるんで、これ肝を味噌汁に入れて、でまた炭も味噌汁に入れて、ここのですね部分を味噌汁の具にすると。このゲソはこういろんな楽しみ方があって、これですね、私個人的にはボイルして生姜醤油でも美味しいんですけど、七味醤油焼きなんかにしても美味しいですから。はい、まずじゃあこちらをもうちょっと掃除してみましょう。まずここは開いていきます。はい、開きますね。あとで塩でしごいていきますんで。はい、でここですね、この肝、この肝の部分はですね、あとでちょっとここで叩いちゃおうかな、あとで叩こう。はい、この軟骨の部分があるんで、この軟骨の部分も美味しいので、もう細かく切って、これを味噌汁の具域です。ここら辺もう細かく切って、あとで塩で揉んでいきますから。このぐらいでいいかな。で、くちばしも入れようか。コリコリのくちばしはですね、こうやってこうずるっと剥けますから、そこの硬い部分軟骨取って、これこのまま塩焼きにしても美味しいですけどね。はい、これじゃあ今日は開いていこうかな。開いて、こう味噌汁の具域です。やっぱよくよく動くとこうまいんですよ、魚のよく動くところが美味しい。はい、ここもじゃあ切ってみましょう。で、このゲソに塩をですね、でこちらですね、揉んでいきます。塩でぬめり取りますんで、あと殻もみですね、殻でもみをして、ぬめりをどんどん取っていきましょう。
がポイントなんですね。からもみ、はい、塩でやった後はからもみです。でこちらの軟骨とくちばしはですね、味噌汁で作っていきましょう。それでは漁師風ですね。これ奄美の郷土料理になるんですけど、味噌汁にこう炭を入れるんですよね。で火が入ったものに先ほどのですねイカを入れていきましょう。はい、お出汁はもう本当にご自宅でしたら本出汁で全然十分です。でさっと食べたいのでここからがですね、ちょっと味噌、本当に味噌なんですね、ここからが。はい、じゃちょっと弱火にしまして、このイカに火が入ってるうちにこの味噌を入れていくんですけど、でこの大体のおよその味噌なんですよね。それに先ほどですね、先ほどの綿をですねこう一緒にこの時点で入れていきます。豆乳です。でこの溶いていきましょう。味を見ながら、うん、ぴったりだ。うわうめえ、キモ。で最後にこれですね、炭の投入です。これでコクが出るんですよ。これ最後ののあれですね、パスタ、イカスミパスタじゃないですけど、これでねコク出しています。さっきのイカの、まあ、本来ですよ、皆さんが多分おそらく多くの人が捨てるようなところに肝とこの炭を入れて、これをですねいただきたいと思います。一度沸かししたら OK ですね。これもしっかり当たり見てみましょう。伸びる、うまみが伸びる。はい、これで完成でございます。はい、それではイカが、アオリイカの味噌汁っていうんですかね、これね、なんですかね、炭の味噌汁、イカ炭の味噌汁の完成です。これ分かると思うんですよ、全然これ分かんないですけどね、これちょっとこう見ると、うわー、これもイカの火もですね絶妙なんですよ。あ、まあそんなに入れてないからね、絶対やらないんですよ。はい、それではじゃあ出来たてのお味噌汁いただくんですけど、やっぱり味噌汁はですねこの後というか、やっぱこれちょっと締めというところもありますね。最初にじゃあこちらをいただきたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様です。お先に乾杯。うめ、いやーうまいですね。こうひと仕込みした後の最高ということで、じゃあいただきたいと思います。この部分ですか、どこの部分、これはですね、あの軟骨の部分ですね。はい、いただきたいと思います。いただきます。うん、コリコリで柔らかい、これうまい。であとくちばし気になる、くちばし、うん、ない、ゲソの部分、まあもうどこでもいいでしょう。はい、いただきます。うん、すんごい美味しい。うん、これうまい。ぜひちょっと食べちゃう。歯も黄色く黒くなってないですよね。はい、もうこれうまい。これきっとですね、あの釣りやる方なんか多分持って帰って子供に出してもねきっと喜ぶと思うし、これ本当に美味しいんですよ。本来全部捨てるとこなんですけど、こういう楽しみ方がですね
できますんで、もう本当に我々でまかないで食べたりとかもするんですよね。もうこれぜひちょっとこの炭のこのアオリイカのこの何ていうんですかね、肝ですかね、肝のこの綿のですね、こう味わいの深みが味噌汁に出るのと、あとまたこの最後ですね、あの炭入れることによってすんごいこう深みが出るんですね、味に深みとこう伸びが出るんで、ぜひちょっと試してみてください。だいぶマニアックな今日は映像となりましたが、ぜひちょっと試してみていただければなと思います。はい、ではそれでは今日はこの辺で、また明日も美味しいものをですね作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日も素敵な一日を、また明日も楽しみにお待ちしております。ありがとうございます。